花園天皇新記は花園天皇の日記。現存数は全35巻、宮内庁所領部像。現存部分のほとんどが花園天皇新筆であり、鎌倉時代後期を研究する上で貴重な一時資料。また、特に小中の編、現行の編などに関する記事が豊富かつ詳細である。ため、後醍醐天皇の活動状況を研究する上での基本資料となっている。 延響3年10月から小京元年、現行2年11月にわたる23年間からなる日記。伏見宮宮蔵。伏見宮家伝来当時は47巻に想定されていたが、昭和25年所領部に関された後、調査、再整理がなされて、現在の35巻に改められた。花園天皇自身はこの日記を等間記と称している。花園天皇日記。 花園陰神器など別称が多いが、国書総目録では、花園陰神器の項にまとめて記載がある。本国には3点あり、観光順に、劣勢全集資料体制続編33、34、資料3週62、66、80である。なお、1965年に臨戦書店より観光された増補資料体制は、 資料体制の復刻版の意味合いが強い。ありがとうございます。